日本関東地方神奈川県横須賀市、馬堀海岸馬堀海岸は、神奈川県横須賀市大津地区の町名である。住居表示が実施され、現行行政地名は、馬堀海岸1丁目から、馬堀海岸4丁目。郵便番号は239-0801。横須賀市東部の交友水面埋め立て地に位置し、西から東に向けて1から4丁目が設けられている。 その大部分が住宅地として利用され、1から3丁目は小建て住宅、4丁目は集合住宅中心となっている。北は東京湾に面し、海岸沿いに国道16号が通る。南は神奈川県道208号浦賀港線とそれにつながる神奈川県道209号観音崎環状線を挟み、大津町及び馬堀町と接する。 京浜急行馬堀海岸駅は馬堀町に位置する。馬堀海岸駅に近い2丁目の南部にはスーパーマーケット、西友や横浜銀行馬堀支店、横須賀馬堀海岸郵便局、2丁目の国道16号沿いにはプールなどを備える馬堀海岸公園がある。3.4丁目には南西北東に2009年に開通した横浜横須賀道路が走り、 国道16号に接続して、当面の終点となる、馬堀海岸インターチェンジが設けられている。四丁目北東には、2011年に、スーパーセント闘、湯楽の里が開店した。昭和40年代以前に埋め立てられる、以前の海岸線は、馬堀海岸駅付近にあり、駅から、わずかな距離の海岸は、海水浴場として賑わった。 海岸名の由来はかつて馬を放牧していたとする説、小原台に住み着いた野生の馬が足で岩をうがち、そこから清水が湧いたとする説がある。古くは、馬、堀海岸、新堀海岸とも書き、丘陵の間から見えた景観が堀のように見えた、ことから、馬堀、微笑の説盗後、馬を伏して、新堀と呼ばれたとする説もある。馬堀町にあたるかつての海岸の南西端は、 かつての陸軍重砲兵学校で第二次世界大戦終戦まで火薬庫があり、長い間立ち入りが制限されたことから、三浦半島の原子林の姿を残す、商用樹林が見られる。この森林は、横須賀市自然人文博物館付属馬掘り自然教育園として公開されている。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。通学区域は、 以下の通りである。また、公立学校選択制により、以下の中学校に通うこともできる。馬掘り海岸から西の大津港まで、海岸に沿って 1.7km の馬掘り海岸遊歩道があり、沖合の船舶をシップウォッチングしながらの散歩、ウォーキング、ジョギングに利用されている。パークランは毎週土曜日朝8時スタートで行われている。ありがとうございます。